どうもクーリンです。今日は日露選手との対決動画第2弾。前回はシミュレーション野球システムを使った3イニング制の野球対決を行いました。その結果、日露選手の幻の空振りホームランが飛び出し、クーニーが敗れるという展開でした。今日はそのリベンジということで、日露選手に許可をいただき、泣きの延長戦となります。延長戦3イニングの様子お伝えします。ちなみにこちらが2回までの攻撃の日露さんの打球方向です。見てください、広角打法とは思えぬ引っ張りにいってます。めっちゃ人工芝ですけどね、見たいものですね。三塁側への流し打ちというものを。クニさん、リベンジのチャンスいただきましたけど。そうですね、凡退しか願っておりません。ただ、鮮やかな一本も見てみたいです。いいスイングですよ。いいスイングしますね。いや、気持ちいいスイングしたいんですよね。そこから生まれることってあるんです。出た。いや、スリーバウンドじゃないですか。なぜスリーバウンドファウルされてるんですか。僕のルールの中で3回バントしないとスリーバントとか認めないです。はい、だからこれ、イヤルです。なんですかこれ。だって1回しかバントしてないのにスリーバントとかおかしいじゃないですか。名称変えてもらいたいんですよ。助かってるなぁ。ここちゃんとしたファウルでした。これ、わかります。緩い球を待って速球が来たんで。あ、今のが例のやつです。例のやつです。さあ、この球も変化球を待ってるんでしょうか。あ、やばいな。あー、受けられた。引っ張る抵抗になる。見てください、もう66%引っ張ってますよ。これちょっとあれできるんじゃないですか。これシフトできるんじゃないですか。シフトしようかな。え、そんなことある。右側シフトできましたよ。そんなんあるんですか。ありました。右側シフトしましたよ。これどうぞやってください。今日の一応シフトやった後引っ張るんで、引っ張る傾向あるんで、右側シフトでね、シフトを引きました。日露シフトを引かせていただきました。守備の穴を抜けるのか。また打ってくんねえかな。セカンドゴロ、また打ってくんねえかな。セカンドゴロお願いします。出た。これもうすぐワンアウト二塁作りたがる。自信が大事な送りバントで二塁にも行きます。あ、やばい。いや、めっちゃ飛ぶな。めっちゃ飛ぶな。いや、何あれ。シフト崩れましたね。いや、そうですね、確かに初めての逆方向がバンドリー二塁だっていう。僕、あえて引っ張ってたんですよ。いつ気づくかなと思ってたんですけど。そう、これちょっと守備位置戻そうなかな。そうなりますよね。そうするとより僕に有利になるということです。いや、ちょっとまたバンドされそうやから、ちょっと前進しようかな。内野前進しよう。内野前進守備してます。バンド対策です。頭を越すだけですよ。現在 900g のバットでいっておりますからね。ダメ。うわー、やばい。完璧じゃないこれ。うわー、行っちゃったー。行っちゃったよー。これは完璧にいった。今のはもう文句なしのホームランでした。最初のツーランはもうないですけど、今のは完璧でしたね。もうやばいなぁ。4点差か。これがメジャーです。守備位置なんて関係ないんですよ。打ちたいとこに打つのあれです。戻します。全身、内野全身やめます。
この回覚醒してますね。やべやべ、いったんじゃない、またこれ。うえー、あぶねー、ああいう演説もあるんだ、ああいう演説もあるんだ。てっきりホームランかと思いましたけど、全然アウトでしたね。ほんでミスショットです、僕。あの演出出たらもうホームランと思いましたもん。ちょっとかすってますから、ミスショットです。まあ、当たった瞬間、僕はホームランじゃないと思いました。ピッチャー、投げました。あ、オッケーオッケー、よし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 。まあ、足言わしてのバッティングですね、これ。足言わしてんのに、あれ、マジで抜けてるし、めっちゃめちゃめちゃ抜けてる、しかもあー、これですよ。また加点されましたよ。絶対今もう振るのがしんどいからバントしただけなのに、持ってますね。持ってるっていうよりはこれが積み重ねてきてる、たまものです。かっこいい、積み重ねまくってるな、点数を。よく見てください、よく見てください、めっちゃ汗かいてますから。西田さんめっちゃ汗かいてますから。今日も移動してきましたからね、移動距離長かったですよ。小田急線長かった。めちゃめちゃもう光るもありますよ、顔中に。泣いてるんじゃないですか、これは。もう泣いてないです。あ、やべ、あ、またかの、やべ、また逆方向に。おっしゃ、危ねえ危ねえ、すげえいってる、流し打ちで。やべ、あー、むしろ今のがアウト。よし、たまらないかな、ここに。すぐ出ますよ。おっ、おし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 、ちょっと詰まったけど、入ってほしいからな。しー、クミさん走ってないっす。あ、またそろそろ。もう他何も言いません。今のはちょっと言い訳されてた。ホームランと、ホームランとと思いました。僕ホームランでも走りますからね。1歩2歩出ますから。走らない方がいいんじゃないですか。いや、走った方がいいです。走った方がいいですか。まあ、人好き好きですけど、リアルを求めてください。お、あ、そうですね、走ったらアウトになるんですけど、走ってるせいじゃないですか、これ。そんなことはないです。これがリアルです。よし、手を欲しいな。あれ、どうだ、よし。メジャーの壁で苦しめられてまた0点です。壁はあった方がいいんです、やっぱり。壁はあった方がいいんですね。僕もいろんな壁を乗り越えて今来てますから、もうちょっと重いんでキャップできます。全て重く感じて。そんなにヘルメット被らない方が。おい、これバットも軽くしましょうかね。ローリングするバット使い出すんですか。使わないですね、実際は。なんで今は使うんですか。これもやっぱメジャーの有名なブランドじゃないですか。はい、メジャーは使いたいっていうだけですよ。だってボールがローリングするじゃないですか、いつもメジャー級って。でも今日のボール軟式球じゃないですか、はい、だったらバットをローリングスにしようっていう僕の考えですよ。体が切れててますよ。あ、スイングがめちゃめちゃ鋭いな、やっぱり。今の僕の体に合ってます。やっぱ身の丈に合ったものを使うのが一番です。
よし、ちょっと待って、いやその前にピッチャー投げましたって言いましたよ、ね、たまにありましたね、伊沢さんたまにされてますもんね、こうやってる時に投げられるっていうのたまにやられてますよね、メジャーで、こうあーって慌ててあれバントしたのありましたけど、はい、なんでこれ時差あるんですか、これアメリカですか、しかしスイング似てますね、やべやべ、行ったか、今ちょっと走るの忘れたし、あとあとあと、うわーまた入ったー、また入ったー、何本打つんだ、あのバットずるいっすねー、あでもだってクイック何使ったんですか、僕あのリアルです、そうですよねそうですね、あ、打ってるなぁ、いや、当たってるから、これ、日野さん、ちなみにフォームって昔のフォームとかもできるんですか、イチローもちろんそうですよ、できるんですか、はい、多分そのオリックス時代とか、オリックス、じゃあオリックスの96年後期いきましょうか、96年後期、はい、もう日本シリーズあたりですね、はいはいはい、ああそうでしたね、オープンスタンスの、オープンスタンスでちょっとこう来るまでこうなんです、はいはい、巨人戦で、はい、河野投手からホームランだった時もイチロー選手ですね、そうです、だいぶオープンスタンスだ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ごめんなさい、日本のピッチャーに合わせたフォームですから、ちょっと今メジャーのピッチャーの人は速いですからねタイミングがもっと最初に上げてなきゃいけないですよね、これか、やらしいなそういう、いや、それでも打ちますよ、じゃあ今ので感覚つかみました僕の指導が遅かったんですよ、めちゃめちゃ指導遅かったですよ、96年のイチロー選手、あぶねあぶね、あぶねあぶね、確かにタイミング合ってきてる、まあ、本当はやっぱりブルーウェーブのユニフォーム着ないと入んないですけどね、そうですよね、確かに、しょうがないです、やりましょう、ちょっとその96年で顔の表情も違いますよね、なんかはい、ちょっと涼しげなんですよ、初々しい顔してますよね、やべやべ、あぶねあぶね、顔が顔がやべ、すげえ綺麗な体したすごい96年版すごい、でも振り子の方がやっぱ力強いですね、そうですね、やっぱ全体重グワッていくんで、はい、グワッてスパーっていくんで、振り子やばい、パーン溜めて、あっ、あっ、しゃ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 、なんか腰を痛めます、腰を腰押さえてますよ、今全然大丈夫ですごまかしましたよ、今ごまかしました、見ましたよ、僕腰、いやでも取りましたね、延長してから僕逆に6点取られてるんで、どんどん離れてるっていう、よし、しっかりまずしっかり、だいぶボール多いんで走ると危ないですよこけますからね、おっ、あーあれがダメなのか、結構捉えてんのにな、これが日本の野球とメジャーの違いですよ、捉えたつもりが確かに飛ばないボールってことか、はい、おっ、びっくりした、振ってくださいよ、ちょっと見入るのやめましょう、すっげえびっくりした、飛ばないボール見ようかと思う、うわ、あれ、あれが不健だと思う、これはいい、あーいい、これを3回続けないと、ダメ、あ、ダメだ、どんな状況でも自分のバッティングをしなきゃいけないんです確かにこれができるのが僕である強みですね、じゃあ設定変えましょう、お、ついに、はい、花粉症が治ったということで、メジャーです、治ってはないです、治ってはないですね、そんな簡単に治るんですか小学校の時は花粉症ですからじゃあバットも900グラムでいきましょうか、あ、いいですね、
まあでも正直この点数離れると思わなかったんですけども、やっぱプレッシャーに強いってことですよ。本番に強いという。全く偽りはないです。僕だけは偽りですけど、僕自身は偽りですけど。むしろもうクーリンズ入団でいいんじゃないですか。普通にどうですか、一番ライト西郎さん。怖いわ。おお。よし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 。ちょっと前だ。そのままです。発展取りますよ、から。うわ。あ。だが。今ファーストシーンだ。僕はもう返すしかないですから。ここからプレッシャーかかりますからね。そこに勝てるかどうかです。確かに自分とは戦いだもん。あれやべ、テンポ入んで、あー、振り負けた。バントで良かったんじゃないでしょうかね、やっぱり。確かに。ダメ。力んでますね。力んでます。力んでます。スマートです。クーニクの Q を、あ、確かに、はい、それを僕目指してました、ずっと。そういうことだったんですね、はい、あと2位打ってから Q になったんです、はい、確かに確かに。僕は逆に1点しか取れませんでした。ということで今回の対決はですね、勝つつもりで意気込んでいったんですけども、なんと9対1で完敗でございました。しかも途中から西尾さんはマジでメジャーモードでして、ホームラン打つっていう形で完膚なきまでにやられてしまいました。本当にちょっとクーニーズのリアル試合でお願いします、はい、やりましょう。代打、はい、日露でお願いします。もちろんあの守りますよ。本当ですか、はい、ピッチャーもやりますよ。ピッチャーもやってもらえますか、はい、応援もします。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。外のあっちからネット裏からいや本当ぜひお願いします。いや、ぜひ。めちゃめちゃ楽しかった。ただまあ試合はもう完敗でございました。それでは今日の動画は以上となります。応援コメント、チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。それでは失礼します。これやらないですよ。これやるのか、あ、最初なんです。これ最初なんです。あ、ごめんなさい。これ実は最初なんです。あ、ごめんなさい。これいつやるのかなと思って、これ楽しみに今日練習してきたんですけど。そうなんですね。これ最初なんです。あ、これ最初なんです、ね、最初なんです。そういう定義はやめましょう。あ、最後でもいいんじゃないかと。最後それがやっぱ頭が固まってる。これで最後逆に難しくないですか。これでまた来週とか。また来週ですか。また、はい、また勝負みたいな。あ、そうですね、はい、わかりました。それで乾杯するのがいいです。これですね。これ最後乾杯します。これで また来週にんにん。わかりました。大丈夫ですか、ま、はい、大丈夫です、はい、それではまた来週ニンニン。2年半の努力は一生あなたの支えになるはずさ。きっと一緒に走って夢見た仲間はこれから何年先もだからさ。一歩一歩近づいた一体一つ一つ深まった信頼。あなたが流した悔しい涙は人生の中で無駄にならない。
支援がゴールならば見られそこを目指した。向かっている道の流れ宝物を見つけた。甲子園に行けなかった、それは最後まで立ち上がって骨が折れて立って打席に立った。